はい、どうもこんにちは、ベルプリです。今回はアルファードの、ね、売却予定の動画になります。売却なんですが、車の、ね、買い替え乗り換えによるものではなくて、ちょっと別の事情によるものになります。あ、いよいよ40購入する準備かとかね、思われた視聴者の方いらっしゃるかと思いますが、40系全くね関係ない話に、なりますね。これからねちょっと車の中でいろいろ話をしていこうと思うんですけれども、個人的な内容ですので、まあ、興味のない方はね、この辺でちょっとブラウザーバックしちゃってください。今回のアルファード売却予定の話なんですけれども、実はですね、今勤めてる会社を、辞めることになりました。退職ですね。何かそのやらかしてクビになるとかそういうんではなく、自己都合退職です。4年半ほどね、お世話になったんですけれどもね、いろいろと本当教えていただき、学ぶべきところもね多かったので、本当大変お世話になった、会社なんですが、4年半ほどね、勤めて、自己都合退職することになりました。直属の上司と、あと事業部のね偉い方にはすでにもうね連絡済みとなってます。あとはまあもちろんね、同じ部署の方とか、あと関連部署の方にもねそれとなく、伝えていますので、まあ、これからね引き継ぎの作業に入るところなんですけれども、まあ、退職予定の方はね来年の春ぐらいに、なると思います。あとはね、有給消化もちょっとしたいっていうこともね連絡済みですね。まあ、勤続年数はねそれほどないので、まあ、有給の残はね20日ちょっとぐらいなんですけれども、まあそれをね消化して、まあ、最後ね退職するっていう形ですね。そしてなぜね職場を退職することで車の売却予定がね出てきたかっていうことなんですけれども、実はですね、まあ、再就職先の方なんですが、どこかのね会社に就職するっていうわけではないんですよね。フランチャイズに、まあ、加盟してラーメン屋の経営をしますというわけでもなく、今回ねちょっと自分の会社をね、まあ、作ろうと今ね動いているところです。早い話起業ですね。ただ企業といってもね、でっかい会社じゃないです。本当小さな会社なんですけれども。でね、ちょっとね、会社を起こすには年取りすぎたかなっていうところもあるんですけれども、まあ、ただ黙っててもね、徐々に年は取っていくし、嫌でも、体力的にもね、あと頭の方も鈍ってくるので、まあ、やるならね、今かなっていうところですね。で、会社組織の方なんですが、まあ、株式会社ではなく、合同会社を作って、まあ、そこのね代表社員として、まあ、業務に携わっていこうかなという感じですね。合同会社あまり聞き慣れないかなと思うんですけれども、まあ、有名どころだとアマゾン、多分ね日本のアマゾンは合同会社じゃないかなと思うんですが、まあ、そこのね合同会社、まあ、設立時に、まあ、株式会社でね、まあ、若干お金がかからないっていうのと、あとはね手続きが若干その株式会社の方よりもね簡略化できる面があるっていうところですね。ただねその株式会社、あと合同会社それぞれねメリットデメリットはあるんですけれども、まあ、今後のね、まあ、事業規模からね合同会社の方をね選びました。まあ、小規模でやるんで、まあ、合同会社でいいかなっていうところですね。ただまあ今までね、サラリーマンでね毎月の給料が、まあ、保証ってことじゃないですけども、まあ、会社行ってればね必ず給料はもらえたんですが、今後は本当ね業績次第になるっていうのはもう言うまでもないんですけれども、まあ、そんなわけで資金繰りに困った時ですね、まあ、アルファードを売却、またはねその時ジムニーがジムニーシエラになってるかもしれないんですけれども、まあ、それをね売却なんていうね状況も考えられます。まあ、そうならないように事業計画ですね、年間計画立てて資金繰り困らないようにね、まあ、準備は進めてるんですけれども、世の中ね何が起こるかわからないですよね。まあ、例えば、まあ、近年ではねウイルス騒ぎとかありましたし、あとドンパチやってますよね今ね、ウクライナでもやってますし、あとイスラエルでもやってますし、あとは災害ですか、まあ、2011年にね日本でも大きな災害ありましたし、あと熊本の方でもね災害があったりとか、まあ、そういうのもあるんで何とも言えないんですけれども、まあ、ただね本当何かあった時のための資金繰りですね。まあ、幸いうちの場合はね、まあ、車今2台ある車両方とも現金一括で買ってるので、
まあ、すぐにね売却して現金に変えることはできるんですけれども、本当それはね最終手段になると思います。あとですね、今後の当チャンネルの運営に関するところなんですけれども、今後もね継続してやっていきますのでよろしくお願いします。まあ、起業して忙しいからできませんっていうわけではなくね、まあ、通常動画、そしてショート動画、あと毎週21時のライブですね、これはね引き続き継続してやっていきますのでよろしくお願いいたします。まあ、ただね動画の内容別にちょっとね今後、別チャンネルを作ってジャンル分けする予定はちょっとあるんですよね。で今考えているのはこちらのチャンネルのね、まあ、車関連と、そして別に、3D モデリング用のねチャンネルですね、あとは模型です。これね模型の動画ほとんど撮ってないんですけれども、この3つですね、これはもうやろうと思って今動いてるところですね。ただこれからやる企業に関するチャンネルを作って公開していくかどうかはちょっと未定なんですけれども、まあ、ただね新規チャンネル立ち上げの際にはねチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。で4つ目、なんですが、まあ、企業をね会社を起こすのをね、まあ、決意した理由ってとこなんですけれども、まあ、仮に今がね平成初期、私がね学校卒業した平成初期であればね、まあ、ちょうど就職氷河期でもあったと思うんですけども、まあ、その時期だったらちょっとね30年前ですね、まあ、厳しかったんじゃないかなと思うんですけど、でまあ今はね令和5年です。もう時期ね6年になろうとしてますけど、まあ、個人でもね会社を起こしてやれることはね多分たくさんあると思うんですよね。あと可能性もすごくね可能性はあると思います。まあそんなわけでね人生一度きりですから、独立起業、そしてね、まあ、再チャレンジをねやってみようかなとね考えたわけですよ。で今再チャレンジと言いましたけど、実はね一度準備不足からね独立起業を断念してサラリーマンに戻ったっていうことがあるんですよね。まあそんなんでね今回リベンジとなります。ただ前回同様店舗をね借りたり人を雇ったり借金をしたりはしないので、まあ、廃業のリスクはね低いんじゃないかとね考えてるんですけれどもね、あとね固定費はすごくね微々たるものなので、まあ、全てはね本当売上次第になると思います。これからね正月休みに入ったりとかするんでね準備する時間も若干取れるんですけれどもね、まあ、また何かね変化の方ありましたら動画の方でお伝えさせていただきますので、気になる方いらっしゃいましたらチャンネル登録の方ポチッとよろしくお願いいたします。あとリクエスト、ご質問等ございましたらお気軽にコメント欄の方にお書きください。では最後までご視聴いただきありがとうございました。ベップリでした。ではまた次回の動画でお会いしましょう。